その様子だと積み重ねた経験も記憶も何もかも失ってるみたいだし。こいつらが下界まで行きたがってるんだ。誰なの？丘からの大人。うわ何が起こったの？変なのが喋った。ミラージュなのです。君たちは失敬だな。わしは人間だよ人間。そんなチンケな話じゃないわ。いやないわ。おいおい、あまりレディにひどい扱いをするなよ。連邦の恩恵を受けられる者はクリエイターを目指す者たちだけだ。俺は反連邦組織ツインエースに参加しているシードという傭兵の一人だ。よく頑張りました。さっきおっしゃっていた予言というのは？再び刻まれし時、丘よりの大人、異界より来たる訪問者として帰らん。かの者たち、世界に二つの分岐を生み出す。それはクゼとなるか、破滅となるか。大いなる意志の届かぬ闇の中。まさかその力はファーナルース様と同じミラージュ使いの力？え？今度はなんだよ。鍵？鍵は地、炎、海、闇の4つだと聞いたことがある。アプリカントに覚醒の機会を与えるなど愚のこっちよ。ここがツインエスの本拠地バラムガーデンだ。興味が抑えられんわ。あなたは誰？ラン、プリメロか。ビビった。キャッ、リーダさん。彼女は俺に任せろ。ちょ、待てって。じゃあ、私たちがグリモワールもその他の世界も危険にさらしてるんだ。ファーナールース、彼女に会いたければクリスタルの塔に挑みなさい。やっぱり母さんがいるのか。ともりし時が動き出したか。私、この場所を思い出してる。あなたは大丈夫なのでしょうね。予言は成就させよう。こんにちは。ワールドオブファイナルファンタジー第1回生放送、初めてのグリモワール始まりました。本日 MC を担当いたします、プロジェクトマネージャーの平野と申します。よろしくお願いします。ワールド FF のディレクターの千葉です。今日はよろしくお願いします。はい、こちらの番組はいよいよ発売日が決定したファイナルファンタジーの最新作ワールドオブファイナルファンタジーの様々な情報をお届けする生放送番組です。本作がどんなゲームなのか、まだ世に出ていない最新情報を交えてご紹介いたします。そして本日は初めての放送を記念しまして、超スペシャルゲストをお迎えしてお送りしてまいります。はい、なんかね、ここ最近ステージとかには何度か引っ張り出されてたんだけど、生放送って急に言われて、それもスペシャルゲストもねって、はい、ちょっとね、だいぶねグダグダになってしまったすいませんってところで、はい、送っていきたいと思います。はい、初めて生放送ということもありまして、すごいスタジオが緊張に包まれておりますけれども、はい、皆さんだけ皆さんお待ちかねのようですので、早速スペシャルゲストの方にご登場いただきましょう。本日のスペシャルゲスト、斉藤聡馬さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。リラックスしていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、ということで、改めましてワールドオブファイナルファンタジーでラーン役を演じさせていただいております斉藤聡馬です。よろしくお願いします。今日はお越しいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんかね、久しぶりですっていう感じじゃないんです。そうですねつい最近までね、だいぶ最近まで長旅を10ヶ月ぐらい。いや、そんなに経ちましたか。そんなね、ずっと収録してた、はい、このワールド FF、ついに発売日が10月27日に決定しまして、まあ、それをちょっと皮切りに生放送をね、やっていきたいと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。こんなスタジオでちょっとね、いやいやいや、もうすごい立派なセットじゃないですか。あまり見えないんですけど、だいぶこう
結構そうですね、乱雑になんか、ね、乱暴にパヤツヤそんなところから見えないところにはありますけども、いやいやもう、ね、お伝えしてみる感じでね、まあ、男3人に加えてね、はい、このゲストたちもいますから、はい、この可愛らしいね、これね、あの、はい、本舗初公開、あ、初公開なんですね、ちょっとね作ってもらったフィギュアですね、フィギュアですね、はい、いやすごい、で、ひなチョコボ、これですね、うん、はいはいはい、で、サボテン車掌、ちょっとさっきね PV にも言いましたけど、ね、あ、ちょっと出てきましたね、はい、がタマ、タマ、かわいいですね、かわいいですねそして魔導アーマーなんですけど、はい、これちょ、これちょっと見える、あ、僕あの全然関係ないんですけど、すごい手が震えるんですよこれほら、これ見えるかな、ちょっとね、のせのせできるよね、これすごいっすよね、トレーディングアーツミニのキャラクターをね、マドアーマーにのせのせできる、これめっちゃ欲しい、デザイナーの泉沢がちょっとね、こだわって、いや、すごいですね、してもらったみたいな、いや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 、これすごいなぁ、はい、じゃあこちらの商品の情報を、はい、早速、はい、いきなり宣伝です、いきなり宣伝が、やっぱり大事ですよね、まあ、そうです、ちょっとね、はい、現在ですね、はい、2017年1月で発売日を予定しておりますはい、ひなチョコボサボテン車掌タマーの方は、希望小売価格3980円税抜き予定しておりまして生々しい、はい、マドアーマーの方は5980円税抜き予定しておりますということ、やっぱちょっとマドアーマーはやっぱりちょっとね大きい、はい、そうですよね、他のやつと比べて、はい、ちょっとご容赦いただければなと思いますけども、ちょっとね手もね動かせたりとかね、細かいところにこだわりが、これやっぱもうコレクション魂というか、ね、家に飾っときたい、これ3体ぐらい並べていいですね、あらかしてもらえればと、楽しいな、すごい、これも楽しみだ、はい、はいはい、それでは斉藤さん、千葉さん、そしてこのフィギュアたちとともに早速ゲームの紹介に参りたいと思います、はい、ではまず主人公とキャラクターの紹介、そしてどのようにストーリーが進むのかを紹介していきたいと思います、千葉さん、はい、お願いいたします、はい、はい、のワールド FF は2人の主人公を操作して物語を進めていく、ちょっと RPG タイプのゲームですね、はい、で今映ってるのがあの画面左から天宮さんにやっていただいたレーン、はい、で真ん中が今回ゲストにも来ていただいた斉藤さん演じていただいたランですね、でちょっと丸の中に入ってるのがあの竹達さん演じていただいたタマというキャラクターで、はい、まあ、この3人であのグリモワールという世界を冒険していくみたいな、はい、ゲームなんですよね、でちょっとね何気にポンと今表示してますけど、このレーンとランのイラスト、まあこれは実はちょっと初公開、初公開情報バンバン出してる、野村哲也デザインの指示になる前のイラストですね、すげー、ここからちょっと指示を起こしてもらったっていう形になってますね、これをご覧の皆様にのみ、そうですね、今公開されているとイラストではお見せしてるっていう形ですね、いやすごいな、かわいい、でデザインもすごい可愛いですよね、そうですね、はい、ラーンなんですけども、はい、斉藤さんの中でどういうキャラクターという印象かをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか、はい、はい、まあ、レーンと双子なんですけど、結構ちょっと PV とか事前に流れたセリフでももしかしたらなんとなくって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、結構ボケボケですね、しかもなんて言うんだろう、面白いことを言うタイプというよりは、うん、何言ってんのみたいなボケそれはボケなのか何なのかみたいなことをすごいたくさん言うので、演者としては結構これを面白どうなんだみたいな感じでやったんですけど、斉藤さんのこう、ね、演技というかノリもすごい良かったから、はい、結構現場でも台本急に書き換えちゃったりして、ね、あ、そうですね、結構ありましたねそうなんですよ、だから割とこうさっきの PV とか、おぉびっくりしたみたいな、自然に出てくれてる、なんか本当にこう伸び伸びとやらせていただいたので、逆になんだろうな、狭い枠に閉じ込めるんじゃなくて、自由な発想でたくさんやらせてもらったすごい面白いキャラなんですけど、まあでももちろん決めるときはしっかり決めるところもあるという、意外とこう弟男らしいところもねちょっと見せたり、いやでも本当なんか天宮さんとその久しぶりにがっつり掛け合いをしたんですけども、いや僕てんちゃんとすごい仲いいんですけどなんかやっぱこう普段の関係性と逆というか、僕はどっちかっていうとてんちゃんが何か言って、ああそうだね
みたいな感じなるほどねみたいな感じなんですけども、作中ではね割とレイにはいはいって言われてたんで、あすごい面白いなと思って、ほんとこうなんだろう、毎回あの結構1回の収録でも長い時間撮ってやらせてもらったんですけど、あもう今日終わっちゃうんだっていうぐらい、あのすごい毎回楽しくずっと喋ってるんですよねキャラクターも。そうですよね、休憩中も本当にあのそう休憩中もずっと喋ってましたもんね本当にあの皆さんにもぜひそのフィールドボイスとかもういろんなところでとにかく声たくさん入ってますんで、あのもちろんレーンとランだけじゃなくて、はい、各キャラの声を本当に聞いていただきたいなと思いますね。でそういえばあのお名前がねここにね、ネームプレートね、私あの声優の斉藤相馬と申しますね、はい、よろしくお願いします一番最初に勝てろって言われてたのにね、もしかしたら私もまた緊張していたのかもしれませんね、かもしれないですね。いやいやいや、さっきから思ってたって書かれちゃっていやだったらなんかコメントで言ってくださいよすいませんねいやでも本当なんかあのキャラクターもねやっぱりすごくたくさんいますし、そうですね、なんかなんだろうな、あの濃いですよねやっぱり、相当こうシナリオも練りに練ってあんな、うん、シナリオになってるんだろうなっていう、まあ、本当にちょっとそこら辺はいろいろとやらせてもらったんですけどねいやただ本当ランはやっぱ主人公だけあってね、はい、こうオープニングからずっと収録もずっと長いこと付き合いいただいて、はい、だんだんねけど後半に向けると結構ちょっとシリアスになってるとか、ね、そうですね、やっぱりこう長くあの続けていくとキャラもすごく馴染んできますし、それがこう作中でのキャラクターの成長とリンクするじゃないですけど、僕自身がこうまだまだ未熟な面がたくさんある中毎回こうチャレンジさせてもらってるっていうのがだんだんこうランのレベルアップにつながってきてるのかなみたいなのが個人的にもすごく楽しくて、こちらも収録しててもすごい楽しくもあり、もう感動もさせていただいて、あ嬉しいです、もう一体何回こう叫んだのかなっていう、はい、なんでもうたくさん叫ばせていただいたので、マジでってずっと言って、あそうあの口癖がマジでなんですよね、本当にあのマジでって思うぐらいマジでって言ってるんで、マジでバリエーションすごいですよね、はい、ぜひお時間がある方はカウントしていただきたいですね何回マジでって言ってるかを、はい、ちょっとねあの実機の映像もそうです、ね、はい、ちょっとご覧いただきながら、いやいやいや、あのゲームそのものの紹介もちょっとしていきたいかなと思いますね、はいはい、で PS4 の映像で、はいはい、ちょっとお見せしたいと思います、はい、ね、あのナインウッズヒルという場所で、まああの某ボンギのがみたいな、そうですね、某っていうか僕がつけてればっていう場所を言っちゃってるしみたいなとかありますけど、イメージしたあのそんなね場所になってるんですけど、はいはいはい、ちょっと近代的なとこからスタートする、いやこれ本当やっぱグラフィック綺麗ですね、もういい、で、あの本当ランとレイは、はい、主人公2人はこのウツヒル、うん、ナインウツヒルという場所から、はい、あのこの年の高いオビトと呼ばれる姿なんですけど、うんうん、でスタートしますね、これが世界を股にかける冒険の始まりみたいな感じになってますね、でノースウォークのものが入るとね、はいはいはい、ちょっと奥の方にカフェが見える、そっちの方行ってみましょうか。出た、あのカフェがね、まあランが働いてるんですけども、そうなんです、はいはい、ランが最初バイトに行くところから始まるんですよね、すごいですよね、あのバイトに行くキャラが主人公のファイナルファンタジーっていうのはなかなかこういわゆるちょっとコーヒー屋のバイトにね、はい、向かって、そんなねちょっとね日常的な雰囲気、そうなんですよね、最初はこう割となんか何気ない日常というか、まあ、平凡なところから二都市のキャラが出てきてね、すごいファンタジーしてる、うん、印象を持たれるゲームなんですけど、まあ本当開始はこういう現代的な雰囲気があるような感じですね、はいはいはい、手前の方来るとキャラクターがいますけど、あら、まあ、そうですね、これは、ね、あの時空を超えたショップ屋さん、チョコラッテというキャラクターが、はい、出てきまして、ここでちょっとねあの買い物とかをしたりして、なるほどなるほど、まあ、今回 の, そのゲームの中身ではナインウッズヒルが拠点というかそのホームみたいになってま
して、はいはいはい、あのゲーム中いつでもそれこそダンジョンの中でも、うんうん、どっからでもこ拠点に戻ってきてあの休憩できるみたいな安心感ありますね。そんなプレイちょっと気軽にもプレイできるような作りになってますよね、うんうんうん、いやありがたい。なるほどね。じゃあ別のところも向かっていきましょう、行きましょう、ね、はい、はいまあ、なぜチョコラッテなのかは物語を進めていくと分かったりとか、ね、いや本当はシナリオがうまいなって思いました。その各キャラクター陣のはめどころというか、はい、すごいよくねって気使って作りましたね。でここはあの兄弟の部屋ですね。まあワンルームになかなかこういいお家住んでますね。ミヒルの近くだとすごい、ね、バイトしなくても生活できるんじゃないですかね。こんないい部屋住んでるんだったら、まあ、バイト代で住んでるのかな。そうあの本気のとこに、ね、まあ、大変ですね。でね、まあただこの兄弟の部屋にも、はいはい、結構こういろんなちょっと仕掛けをちょっとご用意して、なんかねいろいろ物いっぱいありますもんね。そうですね、ちょっと調べるとねいろんなことがね仕掛け遊びを仕込んであるんですけど、調べるって出る、あの今調べちゃうとちょっとまずいんで。なるほど、はい、情報公開のタイミングがありますから、はい、また後ほどね。すごい、でもやっぱなんか最初の部屋調べるの楽しいですよね。RPG はなんで細かいちょっと遊び、ちょっと調べちゃうんですよね。じゃあ続きベッドが一つってこらデフォルメされてます、いろんな表現が。そうですよ、もうダメだぞ。はい、じゃあ皆さん気になっていると思います、はい、そうですね、ベッドはまあともかく、はい、この2人があの冒険に旅立つグリモワールの方に出た。グリモワール、はい、そうですね、あのゲートを通じてグリモワールに、まあ、ここがあの主人公2人の冒険の舞台になって、ここはコーネリアの町っていう最初に訪れる城下町です。コーネリア、はい、はい、であのちょっと町中を歩いてもらえるとあるんですけど、みんな小さい姿のプリメロと呼ばれてるこの姿の住人たちが住んでる世界ですね。いい、でこの世界ではもうみんなこの年の低いプリメロの姿でいるんで、あのFF キャラたちもねたくさんこのグリモワールに登場するんですけど、うんうんうん、まあ二等身で世界のプリメロの姿で出てくるんですよね。だから先ほどもちょっとお話ししましたけど、その歴代のキャラクターたちがもう本当そうそうたるキャラがたくさん出てきますけど、はい、いや本当ねプリメロの姿なんですけど、はい、ちょっと PV でもね出てきてる通り、あの声はそのまま本当あのシーンクラウドさんに助けてもらいましたね。本当に逆にそのファイナルファンタジーのこうキャラクターたちのイメージは、うんうん、あの年が低くなってもそのまんまなの で、 そうですよ、ね、演じていただいて、うんうん、で、まあ、さらにその、ね、初めての人でも、うん、こう知らない人でもちょっとね、うん、あのどういうキャラなのかっていうのが分かりやすいようにグリモワールの中に住んでるキャラクターとして、そうですよね、描いてますね。僕もそのナンバリングの方とかをすごくやってきたわけではないんですけど、うん、でまあ知ってるキャラもいたし初めましてのキャラもいたんですけど、やっぱりシナリオの必然性上すごくスッと入ってくる立ち位置でキャラが組まれてたので、やっぱそれはすごくなんだろう、だから知ってる人は嬉しいし知らない人でも楽しめるっていうのはすごい上手いバランスだなと思って、はい、ファンの方でも新しい、はい、初めて FF タイトル手に取ってくださる方でもちょっと楽しんでいただけるようにいろいろやってみました。いや一回城の中入ってみましょうか。そうですね、はい、せっかくなんで、ここが本当最初の街で、まあここからでもいろんな冒険がね待ってるんですけどね。いやこれすげえ綺麗だな。あ、ちょっとランがランがちょっと今幽霊みたいになっちゃいましたけど戦闘キャラはね、どっちにでも変えられるんで。いやこれすごいな、グラフィック後ろの中ですね、コネリアのセーラ姫ですかね、あそこになんか床っていうか床のテカリみたいなの質感がすごいっすね。まあ仕掛けたりとかしたほうがいいですよね。置物じゃないですね。置物ではないですね、プリメロですね。ちょっとね物語進めてコネリアの問題を実は解決した後なんで、はいはい、ちょっと平和に落となってる、はいはいはい、コネリアみたいなところですね。すごいな、うん、じゃあちょっと、はい、
このエリアから出てみて、はい、ちょっとお姉ちゃんちょっとわざとやってガリガリ引っかかっちゃったね、ハテナなんて出てるの実はちょっとクエストが仕込まれてたりとか、はいはい、まあ、そんなねちょっと小ネタもあって結構 ね、長く寄り道もできるし、はいはいはい、物語をこう追ってきたい人はまっすぐと進んだりなんていうのね、うん、できるようになってますね。やっぱこう見た目可愛らしいですけどボリューム感すごいっすね。もうたっぷりとそれこそ10ヶ月取りがかかるぐらいこうやらせていただいたんで、さっそくフィールドに出て、そうですね、あっそうこれね大きくもちっちゃくもなれるという、フィールドで自由に姿をこう変えられて、はい、まあ、そのままバトルにね実は反映するシステムになってます、ね、でもこ の、 後ろについてきてるねこうミラージュを連れ歩いたりできるわけですけども、ミラージュ、そうこの世界ではね、はい、モンスターじゃないですからね、よく知ってるから当然ですよ絶対に台本に書いてないですから、ね、僕の知識ですよこれはモンスターのことミラージュとね言うんですよね、この世界では FF タイトルも長いんで、あのね、一口にこうモンスターって言ってしまうと、うん、それモンスターじゃないじゃんっていうのもいっぱいいて、うんうんうん、まあ、今回そういうさまざまな FF のキャラクターやそのモンスター、はい、うん、それこそ召喚獣とか、はいはいはい、まあ、マドアーマー、ね、フィギュアでも出てきた機械みたいのも出てきて、うん、それを総称としてミラージュっていうふうにね、こう言わせてもらったんですよ。なるほどね、すっごくかわいいチョコボにも乗れます。出た、こう頭身がね、いやいい、この頭身なんでこれ頭になってる動きのエフェクトがすげえ細かいですねすげえ頭にチョコボは、ね、この世界ではこれが普通、これは別に重くはないですね、チョコボ、チョコボは大丈夫、チョコボは大丈夫ですよね、ちょっと背中に乗れない状況です、背中に乗れないですね、はい、すごいなチョコボさん、すごいなこれ、そうこんなね、あの個性豊かないろんなミラージュが、はい、そうですね、まあ、今200体以上見込むことができまして出てくるんで、まあ、そんなミラージュのねちょっと映像をちょっと用意したので紹介映像をちょっとご覧いただこうと思います、はいはい、さあどうぞ。はい、切符拝見。ミラージュって喋った、いかにも私はミラージュであるが、この列車の車掌でもある。切符を拝見。迷い人か。トンベリ。そうです、私がトンベリです。この毒どもめ成敗してくれるか。再び我らを従えたければ我ら三人に力を示せ。示せ。待て待て、お前も変わらずせっかちじゃの。斬鉄剣。いや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 、すごいことになってますね。すごいことになってますね。千葉さんにジョージさんにってもう、そうなんですよ。超豪華声優ですよ。これ本当ね、ちょっと斬鉄剣。斬鉄剣。そうなんですよ。ちょっとね、小林清さんに、はい、あの台本持ってくまで、もうちょっと気が付いてなかった。斬鉄剣って言ってくれるのかな。ちょっとドキドキしながら。いやでもあれなんかエフェクトっていうかもう。絵もすごいっすね。いつものオーディンらしいところも見せながら、かわいいよと。で、本当はサボテンダーとね、トンベリの山本と中田さんにね、はい、実はね、礼式の時にですね、はいはい、ちょっと喋らそうかなっていうのを野村と実は話して、はいはい、当時から千葉さんと中田さんがいいんじゃないかと、うんうん、なんかもう礼式の時から決まってたキャスティング。そうだったんですね。いやもう車掌とね、ちょっとレーンはまあランではなく、そのてんちゃんがやってる方のレーンがなんとなくこうやいのやいのやり合ってるするんですけど、ちょっとサボテンダーと非常に面白い絡みが、いやほんともう早く聞いてほしいですね、本当にもうぜひそのシーンを見せたい、はい、いやすごいな本当に、はい、ね全部のミラージュにね、はいはい、声を本当はね豪華ボイスをつけたかったんですけど、はいはい、さすがに200体全部ストーリーに絡めたら大変なことになっちゃう。確かにそうですね。で、まあ、なんでストーリーにしっかりと絡んで出てくるミラージュは、はい、ああいう感じでもうずっとねお話もあって、本
結構喋ってます。結構喋ってらっしゃいますよね皆さん。割となんかそことの掛け合いみたいなのもだいぶ取りましたもんね。だいぶランとレイもみんなミラージュ、ね、そうですよね、絡みありますから、戦ったり、まあ、仲間だったり。ちょっとね、もう本当にもう言えないけど本当に早く聞いてほしいし、知ってたのにトンベリはちょっとやっぱ笑っちゃいましたね、ジョスさんの。ね、そうです、私はトンベリです。実は中田さんのアドリブそれ採用みたいな。結構だからそのアドリブとか言い回しのその役者の一発みたいなのにちょっと期待していただきたいですよね。そうですね、本当もちろんあの千葉茂さんも、いやもう千葉さん炸裂してましたけど。でしょうね。いやいやいや、もう本当にそれもなんかね、あ、どこまでがこう定められたものでどこからがプラスアルファなのかっていうのをね、ちょっと楽しみながら、楽しみ方をして、はい、見ていただきたいなと思いますけども、はい、じゃあ続きまして、はい、去年の12月のジャンプフェスタのステージでですねお見せしたんですけれども、そこからさらに進化したバトルの方をですねちょっとお見せできればと思っております。で、実はですねバトルに使うミラージュの方を事前に斉藤さんに選んでいただきましたので、はい、そこの編成画面から含めてちょっとお見せできればなと思っております。お願いします。で、また PS4 のゲーム画面を、はいはいはい、今、先に斉藤さんに選んでいただいたのがこういう形でと、はいはいはい、ラーの上にジョージがいます。そうですね、頭の上にジョージさん乗せて戦うっていう。そうですね、コメントでもありますようにサイズによって組み合わせをするという、うん、はい、ランとレンが大きいとやっぱより多く頭に2つ乗せられるみたいなね。で、小さくなると今度乗っかってっていうような、うんうん、このような自由な編成ができるようになってます。これ組み合わせ考えるのもすごい楽しそうですね。もう登場するミラージュは全部仲間にして自由に組み合わせることができるんで、おーすごい、ね、で、のせプランの画面を見せたいんですが、はい、実は今出てきません。今出てこない、ね、その画面がそれはつまり、ね、本来なんとなく出てくるはずが、そうね、ここでね、綺麗に出てくるはずだったけど、なんか出てこないっていうこと、まあ生放送なんでね、まあ、まあまあ、ありますよね、はい、全然大丈夫ですよ、僕たちは。そっかそっか。で、やっぱじゃあそれあれなんですか、組み合わせというか選んだ組み合わせによってなんか変わってきたりするんですか。そうなんですよ、本当ミラージュすべてに、はいはい、独自のアビリティをあって、で、まあレーンとランにもそのアビリティを育成する中で、はいはい、使うようにできるようになってまして、それで本当組み合わせで戦い方が全然変わるみたいな、ね、じゃあそのなんか固有の、まあ、コンボじゃないですけどみたいなのもいっぱい、そうです、うわ、組み合わせでまた起こる技というか、はい、本当一番シンプルだとこうファイヤーっていう魔法をこう一匹が覚えていて、はいはい、でもう一つファイヤーを覚えていて、うん、でランが例えばファイラーを使える、はいはい、でそんな組み合わせで編成しておくと、はい、編成技として、うんうん、ファイガンまで使える、なるほど、すごいこれ奥深いっすね。なね、分かりやすいのから、え、そんな組み合わせでこんな技が生まれるのみたいなのまで用意してあったりして、はい、ちなみに斉藤さん今回選んだ決め手みたいなのあります、はい、このキャラクター。そうですね、やっぱジョージノリですね。ノリノリで決めてましたけども、でもなんか僕タマがすごい好きで、そうですね、ちょっとだからタマは自陣に引き入れたいなというか、自分に乗ってほしいなっていう、ずっとこう冒険一緒にもうね、タマ本当に可愛いっすよね。まあ、可愛いキャラいっぱいいるんですけど、なんかもう本当はあーっていう感じで聞いちゃいますもんね、こっちも。で、セラフィーもね、ちょっとお姉ちゃんの上に乗っかってる、はい、セラフィーはねびっくりですよね。いや、台本を読んでて僕はこの芝居のアプローチは絶対に自分からは出てこないだろうなと思って、PV でもやっとね、はい、声が出てきて、ないわないわないわって、なんだってセラフィーも相当アドリブっていうか、なんかそうですね、あれなんか全然違うこと言ってるぞみたいな、結構ありましたもんね。皆さん、セラフィー北村恵里さんにやっていただいたんですけど、はい、デザイナーも北村恵里さんって聞いて、あ、きっとすごい可愛い声で可愛いキャラクターなんだろうって。もうね、すごいピンクで可愛いキャラクターを描いてくれたんですけど、ね、まさかの、まさかの
いやいや、本当にもう楽しみにしていただきたいです、ね、ダウン系ハイテンションみたいな、よくわかんないけど、はい、じゃあ準備できましたよね。あ、よかったです、はい、編成画面を、すいません、お待たせいたしました、はいはいはい、あ、ここでね、はい、そうですね、あのこれね、のせのせプランって言うんですけど、のせのせプラン、なんかね、編成とか言うとちょっと堅苦しい感じがしたんで、あのちょっとなんかあのどっかのなんとかプランみたいな、契約電話とかみたいな、契約みたいなじゃなくて、まああののせのせを考えるプランみたいなね、はい、のせのせプラン、こんな感じでね、あの仲間になってるモンスター自由に編成できますね、はいはいはい、うわこれを選ぶのも楽しい、チョコボチョコボ、はい、でこれサンダーガイ、はい、あの今回いろんなデザイナーの方にも参加してもらってるんですけど、はいはいはい、まあ、日向裕二さんという方のデザインのキャラクターなんですよね、はい、でね、ちょっとねこれを変身化させるとあるラムーになるんですが、言っちゃってんじゃん言っちゃってる、もう全部言っちゃってる、初めてだから全部言っちゃってる、あの今のはなかった、ちょっとカットしてみます、ね、まあ、そんなね、あの、まあ、想像もしやすいかもしれないです、ね、はいはいはい、いやちょっと楽しみだな、育成も楽しんでいただいて、はい、こんなね、あの編成でちょっとバトルに入ってみましょうかね、いっちゃいますか、そうですね、ここはあのちょっと FF7 で出てきた列車墓場を、ちょっとねイメージした、同じ列車墓場というのがダンジョンなんですけど、はいはいはい、いやね、今までのファイナルファンタジーのちょっとね、その匂わすような、そうですね、場所があったりとかしますね、敵だとエンカウント、ちょっとねまだまだ、はい、あのロード短縮してます、はい、ジャンフェスよりはだいぶ早くなった、ね、だんだんジャンフェスの時はちょっとやばかった、だんだん少しずつ早くしてますね、あ、これあれですね、バトルシステムはもしや、そうです、あの、ね、リアルタイムの、はい、今回あのファイナルファンタジーではおなじみのアクティブタイムバトルを、はいですね、はい、採用してまして、まあ、それをベースに作ってありますね、はい、でメニューで今出てきてる感じの三角戦うとか、まあ、罰防御みたいのがこうあるんですけど、こんな感じであのコマンドをね、あの自由にあのセットして頭に積んでる、今はセラフィーしゃべってました、セラフィーやっぱ全然余裕ありますよね、なんかあのこの組み合わせコマンドは自由にあの、ね、ユーザーの方で事前にセッティングしてあのサクサクと選んで、だから本当にリアルタイムのアクティブタイムの中 で、 そうですね、結構アクティブだとこう本当モンスターミラージュがどんどん、ね、攻撃してきて、あの結構忙しいバトルなんですけど、そういうふうにこう一発でこう、ね、見せれるように、ね、技が発動できるようになってるんで、サクサクいけそうですね、結構、ね、あの慣れないうちはそのいつもアクティブタイムバトル、昔の FF やってる方はご存知だと思うんですけど、あのウェイトっていうモードもあって、ウェイトはもうその順番が来たら時間が止まって、のんびりとその、ね、コマンドを探して選ぶことができるモードになってます。でアクティブにすると、まあ、今みたいにちょっとサクサクとしたバトルになってね、あのおすすめはアクティブですけど、最初は結構アクティブだと大変かもしれないです、経験値たまる、はい、まあ、そんなねユーザーの方でも自由にあの戦闘もカスタマイズしながらこれすげーやってね、戦うことができますね。これおなじみのコマンドも多いですね、モンスターごとに それぞれアビリティが違うんで、はい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 、なかなかエンカウントしない、エンカウントはこのようにちょっとランダムエンカウントになってるんで、まあ、すぐエンカウントしちゃう、大丈夫、あ、よかった、先にチャンス、あのちょっとね、あのいろいろなものが表示されてて、あのちょっと堅苦しい言葉をね、さっきのノリノリプランと同じで、ちょっと省きたくて、あ、なるほどなるほど、まあ、あの先制攻撃とか言うよりもちょっとお先にチャンスみたいな、なるほど今ラーンもなんかお先にいっちゃうよみたいなこと言ってましたねバトル中も結構喋ってもらった、バトル中もまあ喋りましたね、本当たくさん喋ってもらったでもこれなんか本当すぐこう感覚的に世界に入っていける感じがすごいしますね、なんかクリティカルでもあのめちゃっとクリティカルっていうとちょっとだってスカッとかですもんね、そうミスじゃなくてスカッですわ、ちょっとね新しい作品でしたね、
ちょっとセラフィーが気になってしょうがないですよ、僕はもう。今出してみたいにじっくりとコマンドを探してちょっとクラシックメニューっていう風に呼ばせてもらってるんですけど、あの昔の FF っぽいコマンドからコマンドを探して選ぶこともできる。うわ、本当だ。あのどっちの形でもユーザーに自由に切り替えて遊んでもらうことができる風になってますね。ギブです。ちょっとセイバー呼べないのかな。であの、のせのせバラバラ、あ、セイバー、セイバーでジェム、あ、これちょうど終わった、ジェムか、あ、けど失敗、あ、失敗しちゃいました。やっぱ生なんで、ね、生なんでね、あの、モンスターミラージュをこのね、仲間にしてくる上に。あ、失敗しちゃった、面白いですね。あれ、あ、ね、あ、今度は、はい、あ、お、ちょうどこれがセイバー召喚っていう技でね、はい、先輩、ね、クラウド。こんな感じであのちょっとね冒険の中であの出会ったセイバーたちをね、はいはい、終わりにするぞがピンチに駆けつけてくれるようになったりするんですよね。ね、ちょっと見てもらいましょう。えつな。死にそうだったっすけどね。そうですよね。もうワンパンぐらいでいけましたよね。地獄でもクラウドさん。いやもうこれ。ボコボコにしちゃいました。そうなりますわそれは。こんな感じで本当いろんなファイナルファンタジーのキャラクターたちもセイバーとしてバトル中に呼び出して。戦えるという、いやすげえなこれ。やっぱこうなんてエフェクトっていうんですかね、すごいっすねこれ。ねえ頑張っちゃってんね。頑張っちゃってるじゃないか。頑張っちゃってる。いいことですよ。いいこと、いいこと。ちゃんと作ってるってことですからね。そうですよね、はい、いや本当早くやりたいなこれ。ねえ回復しないと死にそうだって今ね、あ、回復をしろと。テロップが、はい、ちょっとあの確かにやばいわ。あ、本当だ。カンペもあの簡単な回復みたいな。何を言ってるのかなと思ったら、ね、回復しないと死にそうだった。あのただね、はいはい、結構このゲームさっきもあの最初の拠点の内物の時に言ったみたいに、うんうん、いつでも戻ってこれる。そうですよね。でいつでもまた元の場所に帰ってきてっていう風な、ね。まあ、ユーザーがこう進めたいとき休みたいときっていうのを自由にできるようになってるんで、うんうん、それありがたいですね。で結構ねあのバトルで実は死んでしまっても、うん、あのね何の不利益もないです。ナインウッズに帰ってくる。なんだってでお金も減らないし、お金減らないんですか。経験値も減らないし、優しい世界。気軽に突っ込んだり、まあ、いろんなミラージュの仲間にするためにこう無謀なチャレンジもしていただいたり。確かにお金とセーブデータを失いたくないがために慎重になるみたいな風潮ありますよね。やっぱやり直しなくてもどんどんと、ああ俺の2時間みたいなのありますもんね。確かに。ちょうど合体技ですね、今3人で出して。おっ、ね、個別のやつだったりして。カンペがあの具体的な話になってました。そしてカンペお見せできないのが残念ですけど。そうですね。でここねあの結構バトル本当ダンジョンもやりごたえがあって、列車赤羽結構長いんですよね。これね多分プレイ全部はね全然見せられない。お、これ先進んじゃっていいんですか。あ、先じゃない奥か。こね、そうね、こう進んでたりすると、あ、なんかね、ちょっとほら宝箱がなんかねチラッと今ちょっとこっからだと見えたりとか、ちょっとねこれやっぱりところもあったりね。あ、入手しましたね。まあ、こんな宝箱の隠し方もそっかすごい約束かなみたいな。すげえなー。カメラアングルもカメラワークもこだわっているという。マジで行くぜ。同じモンスター出てこねえな。かわいそうこの子たちも。ボコボコ殴られる。ちょっとかわいいですけどね見た目。ドクロイーターでしたね。もう技名も前歯ですもんね。逃げても俺の勝ちだからな。ね、今回あのドクロイーターも今までの FF に出てきた、はい、あのモンスターなんですけど、まあ、あの今回ようにちょっと世界観を
一新するっていうのでアレンジしたデザインになってますよね。こんな感じで他のモンスターたちもちょっと捨て台詞ってすごい言われてますけど、ね、まあ確かに逃げても俺の勝ちだからなって言 言うやつなかなか覚えてやがれぐらいね。もうランらしい。ランは本当そう、ランはこんな感じなんですよ本当に。そうでちょっとね今バカな会話をちょっとそうですね。遊ばっちゃう。袴くらい姉ちゃんにもついてんじゃん。それ頭だからみたいなね。こんな会話がイエスか皆さん、僕は本当に頑張りましたんで。もうフィールド上でもそうですよ、もうフィールド会話もめちゃくちゃありましたからね。何十喋ってる始めるぜ。ちょっと他のダンジョンもそうですね、しちゃおうかな。いやもうサクッと逃げようとしてねえよ、犬の顔しちゃってな。逃げようとしてねえよって。もうなんてやつだ本当に。逃げられなかった、逃げられなかった。まあね本当にでね、あの実はね、あのバトルサクサクやりたい時の早送りなんでも、早送りしか、あ、終わっちゃったこと。あの今回そういうのがね意外とあって、じゃあもう本当にこうなんだろう、自分がプレイしたい時にプレイしたいだけできるっていう、早くやりたい時はもう早送りしてもらって、いやそれで実はね、あんまり他ではやってないと思うんですけど、確かにそう、うん、あのイベント中、はい、そのストーリーシーンも、はい、なんと早送り、ダメです。ダメです。そんなのはあのちょっと早く物語をこう見てっていうせがしい人にはね、そういうのをねこう自由に、現代人せわしいですけど、もちろんあの一発全部飛ばしちゃうって、それちょっとね斎藤君の声も聞けなくなっちゃうから、まあ、あの飛ばしてもらってもいいんですけど、うん、まあ僕は何とか答えたりか分からないですけど、じっくりと。まあまあでもやっぱりこうプレイしてくださるユーザーさんを第一に考えてっていうことですからね。ここはあのこう結構序盤のみで、ね、ネブラの洞窟って言われる、はいはいはい、あのダンジョンでね10ヶ月の苦労。そうそう、だからみんな飛ばさないでちゃんと見てください。もう本当面白いシーン、ね、なんで面白いシーン本当にいっぱいあります。ああ引っかかった。もうお姉ちゃん引っかかっちゃったりするね。4年でバトル余裕またこれ序盤の方のダンジョンなんで、あのまたシンプルな敵が出てきてますけど、実際あれちょっとカメラバグってね。ちゃんまあいいや。あちょっとカメラバグってないと言いました。あすいませんすいません。あのこれね序盤のダンジョンなんであれなんですけど、あのプレイヤーがあののせのせしてあのこうタワーを組んで戦えるように、実はあの出てくるミラージュたちも、うん、あのね、タワーを組んでミラージュ、敵のミラージュも出てきたりする時があるんですよ。ははははで臆病なミラージュほどこうタワーを組んでるのね。うわ、人間と同じですね。出てきたりしてね、なかなかねタワー組んでると実はあの崩さないと捕まえられなくてですね。なるほど。いかにタワーを崩すかなんていうのも遊びの中にこう入ってたりします。なるほど、ね。地下室って意味だったらしい。これはねまたなんか喋ってますけどね、こんなふうによく喋るんですよ。これねまたね、お姉ちゃんが突然うんちくを語り出すっていう、そうそうそう、あのレーンはあのちょっとイライラとかうんざりしてくると、そう、うんちくを突然うんちくを語り出すっていう、まずはガツンといっちゃうよ、先に仕掛けるわよ。ちょっとなんかラーのやから感がおかしいな。そうだったんだけどな。めちゃいいっすね、めちゃめちゃ。もう舞台やっぱり、まあいろんなね、こう本当ミラージュ、お約束の今トンベリだと本当誰もが言う、みんなの裏に使えます。うんうん、うん、ね、それ使って終わりしましょうか。じゃあ、うん、けどね、今ピヨってるから、まあ、あのねバラバラ崩されちゃうとピヨっちゃうんですね。それはちょっとピンチになってましたね。みんなの裏に装備してるかな。みんなの裏には装備してない。あ、装備してない。そんな風にね自由に編成して、まあ、まあ、戦い、すいません余計なこと言っちゃった。発売を楽しみにしていただいてということで、はい、まあ、あの手に取って遊んでもらった時にちょっと楽しんでいただこうな、はい、っていう感じで、はい、ちょっとね、はい、バトルたっぷり見ていただいて、がっつり見ましたね、はいはい、
ではそれぞれ、はい、そろそろですね、あの商品のだいぶ時間経っちゃった、はい、もうお時間の方結構経ってるんで商品の方の紹介をですね、はい、あのしていければと思っております。お願いします。はい、ワールド・オブ・ファイナル・ファンタジープレイステーション4とプレイステーションビータ用ソフトとして、2016年10月27日木曜日に発売になります。はいはい、希望小売価格パッケージ版ダウンロード版ともに5800円プラス税になります。ね、これ安いフルプライスってだけど、ちょっとね、あれマドワーマーさんすごいね、ボリュームに比べるともうちょっと、ね、多分これお買い得ね、お買い得そうですね宣伝、ここで宣伝、最近の中では比較的お安いそうですよね、はい、はい、なるかなと、ね、はい、はい、でさらにですね、はい、初回生産限定特典としまして、はい、バトル中にファイナルファンタジーキャラクター、先ほどクラウドとか見ていただきましたけど、はい、あのそういった形で、あのセーバー召喚という形をお呼びできるキャラクターとしてセフィロスを呼び出せるようになるプロダクトコードが封入されます。すげー、初回限定生産だけ、はい、限定だけです、だけ、はい、あ、限定といえばなんかイーストアーさん限定のセットでモリモリボックス、はい、聞きましたよ、ね、はい、モリモリボックス、ね、あのね、本当ソフトとサントラ、それと特典アートこれね、これつけた、いやこれすごいですよね、で DLC のダークベヒモスもここでしか手に入れ、はい、ここでしか、はい、こんなねモリモリボックス、ただね、あの元々ちょっとそのソフトとサントラ、まあダークベヒモスだけだったんですよ、はいはいはい、でなんか開発ねに聞いたら、あの海外の方でアートブック作ってるって言って、ほうほうほう、え、海外だけずるいんじゃねえのって、ちょっと日本にでもそれちょっとちょうだいよ、ちょうだいよって、はい、だからあの海外仕様のアートブック、まあ、あの洋書みたいな形になってはいるんですけどあのアートブックなのであくまでイラストを楽しんでいただいたりとかするものにはなりますので、で80ページイラストがね全部詰まってるんです。すごい、でこの海外だけでね、もったいないですよ、もったいないんで、いやー、はい、もうちょっとで、ね、ただね、早く手に入れたいな、ただね、なんかね予約初日になんか売り切れちゃったって、はい、いやびっくりしちゃった、なんてこったはい、ね、いやー困った、こいつは困ったな、はい、はい、皆様大変申し訳ございません、あのしかしですね、朗報です、え、はい、たくさんご要望いただきましたので、よかった、増産の方が決定いたしました、やったアメージン、アメージン、はい、ありがとうございます、はいはい、あの予約開始のですね日程や時間に関しましては、あの公式ツイッターにてあのつぶやいていきたいと思いますので、はいはい、あの皆さんぜひフォローの方していただければと思います。いやいやいや、はい、こちらですね、よかった、ね、っていうか、なんか初日ってすごいですね、はい、そうそうそう、なんか倉庫なくなっちゃったっていうかちょっとどうなってんのいやいや、でもやっぱあのコメント見ててもね、すごいこれ欲しい欲しいって、はい、皆さんたくさんコメントしてくださってたんで、ありがたい、ありがたいことです。いや、こんなの絶対こう欲しい、買います。なんか結構アートブックも無理やりつけたせいかもしれないけど、結構ちょっとね限定版にして安いお安い値段だとまた宣伝か確かに、ね、すごくこう手に取っていただきやすい、ね、はい、価格帯なので ね、はいはい、ぜひ、はい、お願いします。はい、初回生産特典とは別にですね、あの各店舗さんでですね予約特典の方もですね、うん、つくという形になりまして、そちらの方もご紹介していきたいと思います。はい、実はですね各店舗さんごとに特別なミラージュを仲間にできるプロダクトコードがついてきます。はい、ご覧になっている通りですね、すごいこれ、あ、ね、結構ちょっと頑張りました、いっぱいあるんですね、用意しました、あ、まだ、こんなにあるの、はい、これね、本当こうどれ選んでも、まあ、いきなり手に入るとすごいね冒険が便利、あ、なるほど、ね、じゃあ、まあ、あとはドイツを連れていきたいか、はい、もう本当好きに選んでもらっても損はないですね、でも本当なんかやっぱドラゴンはちっちゃくなってもねかっこいい、あのそれぞれねみんないろんなアビリティを持ってるので、本当はドラゴンはドラゴンでちょっとねいいアビリティ持ってます。これすげえな、かっこいい、よし。赤い帽子のサボテン状に。イーズヘッグもなんか。アマゾンですね。強そうですね、これ。強いかな。うん、まあだいたいこう見た目と想像できるものがそのまま、ね。なるほど。みんなストライヤーって知ってるかな。これ。これ某弊社のゲームに出てきたキャラクターだったりとかするんですか？いや、なんだろうね。なるほど。なんだろうね。まあ、ググって。ググって。じゃあ結構遊びもたっぷりという。
結構出てますね。だから我々は何も言ってないですからね。まだまだ未公開情報なんで。いいんですか、なんか大丈夫なんですか。生の危険性からつい言ってまあいいや。あのいろんな最新情報をお届けするという番組ですから。そうですよね。はい、大丈夫ですよ。すごいな。でもこれ逆にどこで公約したらいいか迷っちゃいます、ね、全部集めるのはちょっと大変。そうねえ、相当な富豪の方ぐらいしかなっちゃいますけども。はい、まあ、あのということでですね、こちらもまとめた情報が公式サイトとツイッターにて公開の方していきますので、はい、皆様ぜひご予約の方よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、そこ行ってうちにもうあと残り10分ぐらいですか。あら、はい、でもまだ10分ある。おお、はい、そうでね、ちょっとねここでね、あの、はい、見せれるかな、ビータの方。そう、あのね、今までちょっと PS4 の画面見せてたんで、はいはい、ビータの方ちょっと、はい、あ、いいっすか。それね、今ちょうどバトル入ったとこか。で、まあ、ジェムジェムチャンス、バトル送って、え、こうやって、これでバトル始まるんですけど、やばいね。あ、見せれるかな、斉藤さん、ちょっと見せてもらって。見えますか。あ、見えてますね。ビータでも、あの、そのまんま見えてます。あ、操作しなくても大丈夫です。アクティブ、はい、アクティブバトルでダメージ食らう。はい、こうか。そうですね、あの、ほんとそのまんま、あの、うまいこと、かなりちょっとね、プログラマーに無理言ってますね。PS4 で作っちゃってるんで。いやでもいいですねこれ。ビーター死んじゃうよ ね、 あね、あ、先ほど見せてたリシャーカバのところですね。あの、本当ほとんど、まあボイスももう全部入ってます。うわ、映像に入ってるのもフルで、スケートとこれたっぷりと入ってるんで、くす、よしよし、当てました、当てました。これちょっとフィールドとかも歩けるんですか。今歩けます、歩けますね。でも全然綺麗っすね。すごい、ちょっと。そうなんですよ。あのビータで見るとまた圧縮されちゃって、されちゃってって言い方よね。全部言っちゃうじゃないですか、もう。小さい画面でより綺麗に見えるという。書き込みがなんだこれっていう感じになっちゃった。これ今、あ、フィールドちょっと見えるかな。どっちで。見せながら操作ちょうだい。ちょっとこう、こういうのが見えるかな。このままです。見えます、見えます。本当、ダウンサイジングとかほとんどしてないんで。ただ僕は何をやってるか全く分かりません。はい。なんかこれ、え、今、フィールド歩いてます。こんな感じでビータもちゃんと PS4 と一緒に作ってますと。はい。はい。はい、すごいな。ちゃんと発売日間に合うと思います。発売日間に合う。はい、大事なことですね。間に合います。間に合います。大事なことです。はい、です。そんなね、第1回放送。はい。ちょっと僕も生放送初めてで、時間の配分も分かんなくて。いやでももうぴったりじゃないですか、もう。まだね、余っちゃった。余っちゃった。そこでじゃあ斉藤くんのトークを。あの7分ほど余ったからお前のフリートークで何かつなげたい。まあ本当でもこんな感じでね、あの現場でもこんな感じで、あの緩く優しくしていただいて、あのその僕らが楽しんでやった感じっていうのも、ゲーム本編の芝居に乗ってると思いますし、そうですね、本当に伸び伸びとやっていただいて、ランがうまく描けたのかなと思いますね。はいはい、いや本当に楽しいし、だからもうちょっとなんか寂しいですよね、こう発売を前にしてあれですけど、もっともっとランやっていきたいななんて思いますし、まあそれこそこう語りたい人いっぱいいるでしょうから、この枠を2回目3回目と続けていって、はい、ね、こう毎回毎回こうさ、労働時間がもっと短縮されましたよみたいな、じりじりと短縮させて、ね、させていく様を、月1ぐらいで見せれたらやりたいですね。はい、ね、はい、そのだんだんこう皆さんがこうバラエティに染まっていく様をこう、そうですね、初心者だったのがだんだんとっていう形になってきました。今日もなんかあの途中でね、あのちょっとショッピング的な感じになりましたよね、はい、深夜のテレビでやってるやつ、お芝居が、はい、急に
急な小芝居でしたもんね、あれは、はい、もっと乗ろうと思ったけどちょっと乗り切れなかったいやまあまあでも本当ねやっぱこう発売に向けてもっともっと盛り上がっていってほしいですし、まだねあんまりこう、はい、本当ボリューム感がすごくあるタイトルで、うん、あのいろんなことをこうしっかりと作ることができたんで、はい、まああのあんまり隠さなくていいかなみたいな本当にあの今日あのやっぱ結構バトルとかフィールドも、まあ、見てうわこんなに見せるんだって思ったんですけどもよくよく考えたら全然壮大な世界が広がってるわと思ってまだまだあの見せしたいところいっぱいあるんで本当もうマジでって感じですからね本当にマジでとかいろいろ言ってもらってマジでマジってマジでみたいなねバリエーション豊富なマジでを多分もうマジで集をあの発売された後にはあの作っていただけるなんのマジでまとめみたいなまとめ動画みたいないやでも本当なんかあの可愛いだけじゃなくてあの奥深さもあるしかと思えばその自分のタイミングでプレイできるみたいなおーバトル始まってるおーやばい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 あああ死ぬあ死ぬかなやばいああ28しかないです HP があああの気軽に遊んでいただく死んでも大丈夫ですこのゲームあーそう死んでも大丈夫ですもんねはいお金も減らないですもんねお金も減らない経験値も減らない、はい、ああ全滅したって出ましたいやこれ全滅してもない鬱に戻ってリベンジがちょっと2回目またね編成をこうねいろいろ組んで、はい、またお見せできるミラージュも増えるでしょうし、はい、いやそれ楽しみだもう僕完全にノリで選んじゃいましたからね今日次はちょっとどれで組んだら特殊なアビリティ出てくるのかとかも探りつつ、ね、そのうちあの、はい、対戦もあれやりたいっすねこのゲームいやこれもう楽しいな本当に あ戻ってきたユーザー同士でいろんな組み合わせで戦いをしていただければ、はい、ほら見るかな。そうですね。通信対戦ちょ対応しております。ここナインウッズ、そうですね。ゲートのところですね。明るいところの方が分かりやすいですよね。確かにそうですね。明るいところだとちょっと反射しちゃいますけども。いやでもすっごい綺麗ですよこっちも。操作性もいいし。すごいな。これもう本当早く、早くプレイしたいですね。もう本当に今、はい、死ぬ気で最後に詰めをやってます。はい。はいあのぜひですねあの第2回目はこのビータの画面もあのうまく抜ける感じでちょっと期待したいと思いますんでね、はい、ビータ見せる時間ないんじゃないのって言って、はい、こっそりと置いてたんですけど初めてのグリモワールだったわけですか、はい、我々にとっても、はい、だから初めてのグリモワール放送という、はい、だからもっともっとブラッシュアップして皆様にね宣伝の方をしていきたいと思いますね、はいはい、というところで尺が足りましたということで、ね、あ、よかったです、はい、お二人にですねあの、はい、申し訳ないですけど本日の感想の方をいただきたいと思います、はいはい、じゃあまず千葉さんの方からお願いします、はい、本当初めての放送第1回というところでねあのお送りして、まあ、ちょっと言っちゃいけないことまで言っちゃったまあ第2回もあったらこんな感じであの進めていきたいと思います。本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では斉藤さんお願いします。はい、改めましてワールドオブファイナルファンタジーラン役の斉藤相馬です、今日はありがとうございました。本当にゆるくいきますと伺ってたんですけど本当にゆるっとなんなら僕もう目上の方に対してあれですけどなんか友達ん家でゲームやってるみたいな感じですごいそれほどやっぱゲームにもスッと入っていけるし本当はもっともっと喋りたいこともたくさんあったんですけどもそれはぜひ次回以降にということで、まあ、発売までまだね今しばらく期間がありますけども、ヒット情報もたくさん公開されていくと思いますので公式サイトや SNS 等々で、見て期待して、期待の気持ちをのせのせしていっていただいて、本編楽しみにしていただけたらなと思っております。次回は飲みながらやりますか。そんなのが合ってる方向か、ね、いやけど非常にいいまとめありがとうございました、ね、本当に楽しくやらせていただきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、それでは第1回生放送はこれにて終了になります。はい、はい、皆様ご視聴ありがとうございました、はい、また来月ですかね、はい、次回放送にてお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。